国道25号起点三重県四日市市大里町交差点付近国道25号終点梅田新道交差点にある大阪市道路原表国道25号は三重県四日市市から大阪府大阪市北区に至る一般国道である国道25号は三重県と奈良県の主要部を経由し近畿地方の東西を結ぶ幹線の一つである 三重県四日市市と大阪市を結ぶ一般国道であるが、この現道に並行するバイパス道路として、三重県亀山市から奈良県天理市間を結ぶ無料の大規模な自動車専用道路部であり、北ルートの名神高速道路と並んで、南ルートとなる高規格幹線道路のことは、通称名阪国道の名で知られる。一般国道の路線を指定する政令に基づく、 奇襲点及び重要な経過地は次の通り。大阪と奈良とを結ぶ道は奈良街道と呼ばれていた。奈良と四日市を結ぶ道は886年に鈴鹿峠越えのルートが開かれるまでは近畿地方内で伊勢国と畿内とをつなぐ主要ルートとされており、人身の乱で大天王子が闘進したルートでもある。しかし、現在の国道25号のルートは明治。 大正時代は国道には指定されておらず、国道になったのは第二次大戦後である。これは当時の国道が東京と各府県庁とを結ぶ道として指定されたものであったためである。1952年12月4日、大阪府大阪市北区奈良県奈良市の奈良街道が一級国道25号として指定された。奈良市より東の大和街道については、 1953年5月18日に二級国道163号、大阪四日市線の一部として国道に指定された。名阪国道の建設に伴い、1962年5月1日、名阪国道に並行する、主要地方道天理上野線及び、国道163号の内上野市、四日市市間が25号に編入され、四日市市側を起点とした。 国道163号は残りの大阪市上野市に縮小となり、大和郡山市奈良市間は国道24号の単独区間となった。1965年4月1日、道路法改正により1級、2級の別がなくなり、一般国道25号となった。1975年4月1日、四日市式典を国道1号諏訪交差点から国道23号、 大里町交差点へ変更した。国道25号のバイパスである、名阪国道は、三重県亀山市と奈良県天理市を結ぶ、自動車専用の高規格幹線道路で、東名阪自動車道と西名阪自動車道という二つの高速自動車国道を結び、実質的には高速道路として機能している。名阪国道に並行して、 三重県四日市市と大阪市を結ぶ原道が東西に伸びており、名阪国道は自動車専用道路であるため、旧道とも言える、原道区間も自転車、歩行者の通行を配慮して、国道指定のまま残されているものと考えられている。この原道区間は、いわゆる国道であることから、名阪国道になぞらえて、名阪国道と揶揄されることもある。 国道1号との重複30軒鈴鹿市田町、非名阪区間での奈良県京奈良県天理市、大野の小町大阪府大阪市北区西天間南行き、一方通行区間国道163号との重複30軒伊賀市、上野丸の内トンネル橋領道の駅バイパスのうち、名阪国道については当該記事を参照。交差する場所の括弧書きは地名、それ以外は、 交差点名で表示、ありがとうございます。